皆さんこんにちは。今回の RCTV は、熊本地震から、建物の耐震性を考えるということでお届けしてみたいと思います。熊本地震が、今から3年前ですね、約、平成28年に、起こったわけですが、その時、阪神淡路大震災よりも強い揺れが起こり、建物に甚大な被害というものをもたらしました。その被害を振り返って建物がどうあるべきかというのを、今回は考えていきたいと思います。まず、構造種別ごとの被害状況というのを確認したいんですが、これが国の方の調査の、資料なんですけれども、木造と鉄骨造と RC 造というのがそれぞれあって、木造というのは大破と倒壊で大体 30% ぐらいですね。で、鉄骨造というのは大破と倒壊で大体 10% ぐらいで、RC 造というものが大破と倒壊でおおよそ 3.8% だと。じゃあこのように構造種別的に見て、鉄筋コンクリート造というものが、一番被害が小さいというのは、この震災に限らずに、過去の震災で、統計的に言えるわけです。で、この数字以上に木造というものは小規模な物件が極めて多いんで、ほとんど住宅という、2階建てとか、平屋を主力とする工法なのにもかかわらず、被害状況というのは鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて多いという現状があります。こういう中で木造というものは過去の震災ごとに耐震性というものを上げてきました。その中で上げてはきてるんですが、熊本地震の時に新耐震の住宅がかなりの数が倒壊したというのが問題になっています。これ比べてみると、この昭和56、よく言う昭和56年以前の建物と以降の建物というところですね。で、ここは昭和56年で、昭和56年以前のものに関しては、28% も倒壊して、大破も含めると、40% を超えると。35% ぐらいですね。45% か。45% だから大体半数が壊れてしまってるんですよね。で、昭和56年以降に関しては、このように大破っていうものがある程度は少なくなってきてはいますが、それでも大丈夫だと言われ、倒壊はしないように作られている昭和56年以降の木造住宅の設計において、倒壊が 8.7% も存在してしまってるっていう現状があるんですよね。で、さらに、ここの2000年というのは、さらにその壁量を増やしたプラス、ホールダウン金物や筋交い金物をつけたっていうところなんですね。あとは耐力壁のバランスをよく配置するっていうのがここの段階です。ここまでは建物の平面に対してこういうふうに四角い家があったとしたら、耐力壁が別にこっち側だけに寄っててもよかったんですが、よくその道路側が全部ガラスの引き戸になってたりする駄菓子屋さんみたいなのがあったとは思うんですが、ああいうものっていうのはここの法律では立つんですが、ここの法律では立たないんですね。そういうふうに耐力壁のバランスを良くして、設計していこうというのが、ここの2000年からの基準になります。で、その2000年の時にホールダウン金物や筋交い金物というのができました。それ以前の昭和56年の変化では、耐力壁の数がそれ以前昭和34年の段階で、2階建ての1階で、よくある、これですね、1平米あたり27センチだったのが、29センチになっていると。さらに耐力壁 の仕様もこの時に変わってるんで、実際はこれで 1.5 倍と、あと 1.5 倍ほどだ、2倍近く耐力壁の数というのがこの段階で増えたんですね。2倍まではいってないと思いますが、採用している耐力壁の種類によって違ってくるんで一概には言えないんですが、2倍近く耐力壁の数が増えている。なんでここの状態で著しく性能というのは上がってるんですが、それでも、これだけ 8.7% も倒壊しているっていうものが今回熊本地震ですごく問題になったんですね。で、こういう資料が、なぜ、新耐震住宅は倒れたのかっていうのが、日経 BP 社さんから出てるんで、これを、読んで、今回の動画っていうのは作ってるんですが、いろんな問題が、この熊本地震にはあったんですよね。で、その被害っていうものが、16万
16万棟を超えてるんですよね。もうだからもう、すごい数の被害が今回この熊本地震ではあって、その中で耐震性が優れている木造住宅も被害があってるというので、あのすごい、業界では問題視されてます。で、これ熊本地震がそれ以前の地震と比べて何が一番大きく違ったかっていうと、あの震度大地震が繰り返し発生したってことなんですね。あの中でもそのエリアによっては震度7が2回起きていると。この震度7というのはあの建築基準法上において数百年に一度起きるか起きないかとされるもう未曾有の大震災なんで、そういうものが2回も続けて起きているってことなんですよね。でそういうことであの倒壊してるってことになるんですよ。でこの2回続けて起きる原因っていうのは何かっていうと、あの1回揺れると建物の耐力というのは特に木造住宅の場合は著しく低下してしまうんですね。これまあ、あのちょっとその話あの後からしたいんですが、その中で、耐震等級が2の住宅っていうのが壊れたというあの事例があるんですよ。その熊本のあの大震災で耐震等級2の住宅も壊れたんですが、この建物が壊れたというので各紙で取り上げられてるんですよね。あのこの本でも取り上げられてるんで、まあ、気になる方は購入して読まれたらいいかなとは思うんですが、基本的にあの先ほど言ったホールダウン金物というものがこの炭柱からあの抜けてるんですね。こういうホールダウン金物と、これホールダウン金物って何かっていうと、あ、さっきの写真ですね。ホールダウン金物って、こういうふうにあの建物がこういうふうに揺れた時にこの柱がここに引き抜かれたというのがあのこのホールダウン金物以前にやっぱ問題になってて、この引き抜きを止めないと建物が倒壊してしまうっていうのに、この平成12年の時に言われて、各住み柱はもう必ずホールダウン金物っていうのがつくことになったんですね。この金物というものが、でこの金物がついて各筋交いの端部はあの金物で補強しなさいっていうことになったんですよ。この金物がないとそもそもこの筋交いって圧縮しか効かないんで、この引き抜きにって一切効かなかったのが、引き抜きにも ある程度の体力として、見なせるようになったんですね、この金物がつくことで。まあ、こういうふうな金物をつけなさいっていうのが平成12年の、法改正なんですが、まあ、そういうふうなことをしたんですが、この熊本の、大震災の時にそのホールダウン金物の引き抜きというものが結構その顕著に見られて話題になってるんですよ。でこの建物でもそのホールダウン金物をもう曲げて取ってそのまま引き抜かれてしまってるんですね。要はこのホールダウン金物よりもが耐えうるよりも大きな力で引き抜かれたっていうことになるんですね。そういうふうな問題が起きていると。あともう一つやっぱこの熊本の大震災で言われたことで言うと、このやっぱ筋交いが結構あの挫屈して壊れてるんですよね。でこういうふうな筋交いがここで折れてると。でこの筋交いって結構その適当にみんな配置するんですけど、その配置の仕方とかこのスパンカーの長さによっても本来厳密に言うと強度、必要強度って違ってきて、まあ、分かりやすいところで言うとこの短スパンよりもロングスパンの筋交いの方が折れやすいんですよ。ここのスパン感が長くなるんで、ただこういうふうに角度の強い筋交いの方が当然その圧縮力が強く体力壁としての体力が高く出るんで、本来ある程度のスパン感でこの角度を決めて筋交いを配置した方がいいんですが、こんな角度の筋交いだとほとんど効きにくいですから、この斜めの方がいいですよね。だけど折れやすくなるんで、太く入れないといけないよって話なんですよね。じゃあそういうスパン感を変えて筋交いの厚みを変えるとかっていう技術指針もないですし、そういうふうな指導とかもないんですよね。なんで、まあ、こういうふうなことになってしまうんですけど、スパンによって本来筋交いの体力っていうのは違ってきますし、折れやすさっていうのも違ってくるんで、そこら辺何かその吟味した資料っていうのが木造住宅に必要なんだろうなというのを、まあ、僕自身は考えてます。であと、まあ、この、
さっき言った金物がついてるんですが、引き抜きにあって、まあ、筋貝が、切れてしまってるんですよね、まあ、そういう事例も発生してるってことなんですよ。だこういうふうな被害というものがあって、この住宅というのは耐震等級が2だったのにもかかわらず、倒壊してるってことになるんですよね。でこういう建物が、まあ、いくつかあって、熊本地震というものは、建築業界でいうと調査の対象になっているというか、倒壊しないはずの建物が倒壊しているというところでやっぱ問題になっているんですよね。大破とかなら大丈夫なんですよ。空間がまだ生きているんで、建物が使えないけど人の命を脅かしてないっていうことになるんですけど、大破だとこの倒壊は完全に人の命を絶ってしまってるんで、これはやっぱ大問題だっていうことで見直していかなきゃいけないということで議論が巻き起こってます。まあ、そういうふうなことが熊本地震では言われてるんですね。で、まあ、筋貝はこういうふうになったけど、じゃあ耐力壁は強いのかって話が、まあ、同時に行われてくるとは思うんですが、まあ、耐力壁によるその問題というのもいろいろ叫ばれてて、まあ、一つはこの筋貝のこの釘の打ち方なんですよね。で、この耐力壁の場合はどういうふうに地震に対して対抗してるかっていうと、この釘が、まあ、ここ例えば柱があってこれが釘だとすると、揺れてこの釘が柱から引き抜かれるような状態になった時に、木造住宅というのは人生が生まれて粘り強さっていうのができるようになってるんですよ。なんでこういうふうにめり込んでしまうと、この構造パネルだけが取れてしまって、木造住宅に粘りっていうものがなくなって倒壊してしまうんですね。でそういうふうな問題があって、この釘の打ち方一つ取っても難しくて、なかなかそこまで周知してできてる、工務店とかっていうのは少ないのかなというのは正直思います。だこの構造用パネルを適切に配置するっていうのもなかなかスキルのいることなんですね。で、まあ、これで言うと打ち直した方がいいよっていうふうに言ってるんですね。で、この熊本地震って何なのか、その他の地震と比べてどこが凄まじかったのかっていうと、まあ、さっきの話に戻るんですが、この震度7が2回来てるってことなんですよ。で、震度7が2回来てるとどうなるかっていうと、今構造用パネルで釘の引き抜きによって建物の人生を作り出したって言ったんですけど、1回目釘の引き抜きによって建物に粘りをつけて倒壊を免れたとしても、次の震災の時にここからスタートになってしまうんですね。この釘が引き抜かれた状態から次の地震に耐えれるかっていうと、耐えれなくて倒壊してるってことなんですよ。じゃあその2回続けて行われるとそういうことになるんですね。もうその木造住宅っていうのは揺れることで、この釘が引き抜かれることで建物に人生を作って倒壊を免れてるんで、その繰り返し行われる地震とかにやっぱ極めて弱いということになります。だそういうものに比べて、壁式鉄筋コンクリート像はそもそも揺れない工法なんで、繰り返し発生する地震に対して強いということが言えると思います。まあ、そういう感じですね。で、この構造用パネルでもう一つ問題なのは、この接着剤の強度っていう話があるんですよね。この木造住宅の耐久性を考えるときに、やっぱ接着剤の強度問題っていうのがあって、接着剤っていうのは基本的に匂いがきついほど強いんですよ。ボンドとかでなんとなく分かると思うんですけど、こっち側は木工用ボンド系ですね。木工用のボンドってほとんど匂いもしないし、あんまりその害がなさそうじゃないですか。だけど強度は弱いっていうのはなんとなく分かられると思うんですよね。この臭いボンドほどその強力にくっつくイメージってあると思うんですが、でそのフォースターっていう技術指針が平成15年にできてから、やっぱりその接着剤の強度っていうのは基本的には弱くなってしまってるんですよ。でこれって接着剤だけに言えることじゃなくて、例えばシロアリに使う防蟻剤も同じことで、このホースターっていう基準ができたことで、この接着剤とかその塗料とか、まあ、そういうものの
室内側に面するものっていうものの、性能値っていうのは極めて下がってしまったんですね。体に無害なものっていうのは基本的には弱いって話になるんですよ。その構造的だったり、そのシロアリに対しても、まあ、人に無害だからシロアリにも無害だっていう話にやっぱどうしてもなってしまうんですよね。そういうふうなポイントがあると。で、接着剤では水分に基本的には今使われているものっていうのは弱いんで、やっぱ剥離の原因になってしまうんですね。ホースターであるがゆえにそういう側面っていうのが、まあ、出てきてしまうってことなんですよ。じゃあその無垢材の方がいいかっていう話にはなるんですが、まあ、無垢材は無垢材でこういう割れとかっていうのは発生しやすいんですよね。あとこれすごい変な話なんですけど、これ天然材って言われるその、グリーン材ですね。で、まあ、そういう風な割れが発生しないように無垢材の柱の方は、まあ、接着による問題っていうのはないんですが、この割れの問題があるんですよね。で、割れを発生しないように見えてる柱は、まあ、背割れっていうものを入れるんですが、まあ、背割れがあることでこの変形するっていうことと、あとはもうそもそも構造体として割ってていいかって話なんですね。で、もう一つ乾燥剤って言われる乾燥されたその KD 剤っていうのがあるんですが、 KD 剤はこういうのを発生させないために無数のひび割れが入ってるんです。要は細かくたくさん入ることでこういう割れを発生しなく、まあ、させてるんですが、粘りがなくなってしまってるんですよね、今度材料に。だから柱自体が変形が少なく、その抜きとか打ってもボードの割れとかが発生しなくなってるんですが、 KD 剤というものは代わりにその構造としての強度っていうものがなくなってるんですよね。昔は自然で乾燥させてたその天然木を今やっぱ人工乾燥っていうのが主流なんで、変形はしにくくなりましたが強度がやっぱ落ちてるんですよ。そういうふうに難しい話なんですが、この木造の柱や梁っていうものは基本的にフレームの少ない材料ほど強度が小さいっていう側面があるんですね。これ恐ろしい話なんですけど、だからそのお客様のその表面的なニーズを叶えれば叶えるほど本質的な強度が下がってるっていう、この逆行してるんですよね。そういう表面的なニーズを叶えることで建物の本質がおろそかになってってるっていう、その木造の現実というものがあるんです。だここをその真摯に取り組んで、ちゃんとお客様にそのこういう問題があるけどこうした方がいいですよっていうふうに言える工務店っていうものが、まあ価値があるのかなっていうふうに、まあ僕自身は考えてるんですが、要は説明の仕方ですね、まあ、本当のことを正しく伝えて、まあ、納得してもらうっていうのが必要じゃないかなっていうふうに、まあ、当社では考えています。あと、これ倒壊の先ほどの、耐震等級2の倒壊した家のこれまあ原因とされてるやつなんですが、耐力壁の上下階の不一致なんですよね。2階にこういうふうに耐力壁があって、1階が例えば柱しかないとこの2階の耐力壁の応力が基礎までに伝わってってないんで、2階のこの耐力壁っていうのは意味をなさないって話になってしまうんですよ。なのにもかかわらず計算上はこの2階の耐力壁っていうのは入ってしまうんですね。そういうふうなのって、2階と1階の耐力壁のどれだけ一致してるかっていうものにかかってるんですよ。本来例えば壁式 RC 像であれば2階に耐力壁があっても1階に耐力壁がなければ2階の耐力壁って参入しないんで、構造計算には。これも当たり前なんですよね。2階にしかなくてどうやってその1階に力を伝えるんだっていうのは、これは至極当たり前のことのように思うんですが、木造の場合は、まあ、結構やっぱアバウトなんで、やっぱそこまで、言ってないっていうのが現状ですね。で、まあ、他にその木造でその問題点と今されてるのが、まあ、基礎に対する法律ってないんですよね。そういう、壁倍率っていうのはできて、4分割法っていうので平成12年である程度こういう間取りに対して周囲に置くことを、まあ、義務付けてると。でそういう風な中で基礎に対した法律がないんで、基礎は構造施工者が考えてるんですよね、基本的な。だ構造を的にこういう風にすれば合理的だっていう考え方ではなくて、なんとその施工的にやりやすいのはどうかっていう風に考えて基礎っていうのは作られてるんですよ。これはすごい大問題ですよね。だからその
どうかなと思うんですけど、まあ、あとその筋交いとパネルの混在ですね。あの筋交いとパネルっていうのは揺れに対してそのどれだけ変形すれば応力がかかるかっていうのが違ってくるんですよ。パネルの方が当然揺れにくいですし、筋交いっていうのはある程度変形しないと効かないんですよね。そうなってくるとこれとこれが混在してていいかっていう根本的な問題っていうのはあるんですよね。これが混在してるとパネルしか効いてないっていう、まあ、全く効いてないとは言えないと思いますが、パネルが先に効き出すんでパネルの体力しか見込めないんじゃないかっていう問題があります。これはその平成12年の時にやっぱこれ言われたんですけど、そのこれ混在していいかどうかっていう問題ですね。僕、建築主事が言ってたぐらいなんで、あったんですが、まあ、これはまあ今のところは混在してもいいよっていう話になってるんですよね。あとはその先ほど言ったパネルの耐久性ですよね。やっぱ接着剤の強度っていうものが、まあ、ホースターっていう要は人にある程度無害な状態を作り出した時にどれだけパネルの耐久性を維持できるのかっていう問題が残ってます。で、今の含めてその今後の木造住宅の課題っていうのは、まあ、このまず一番最初にこの設計者の構造知識の向上っていうものがあるんですね。で、この本でも中に書かれてるんですが、結局8割は建物の耐久性を決める8割はプランニングだって書いてあるんですよ。もうこれは当たり前の話なんですが、そのプラン的に構造的に合理的に考えていかないと、その後でいくら許容力度計算したとしてもそんなものは表層を取り繕ったものにしかならないんですね。構造的に合理的でありプラン的に理にかなってるっていうものにしないと耐震的に優れた住宅っていうのにはならないんですよ。なのにその多くの設計者っていうのは構造に対しての知識っていうのは乏しいですし、そもそも構造的に優れたものにしようっていう考え方で望んでる人っていうのはほとんど皆無なんですね。お客様の希望に沿ってなんていうか満足してもらって購入してもらうようなプランニングにするというか、そういうふうなことが優先されて華やかに見えるとか豪華に見えるとか、まあ、そういうところですよね。この構造というものは現実ないがしろにされてますし、そもそも知識がないっていう話なんですよね。営業が書いてるプランとかだったらもう論外でそういうものなんで、だからそういうふうなところがまずこれが一番最初にあります。だから次にこの許容応力度計算というものですね。現在の建築基準法だけではその木造住宅に求められる耐震性の一部しか立証してないんで、やっぱこういうふうな許容応力度計算をすることでちゃんと耐震性が優れたものになってるんで、まあ、さっきの基礎の問題も解消しますし、この上下階の不一致とかそういうふうな全体を構造設計者がバランスを見て提案するっていうことが大切だというのはこれは言うまでもないですね。であとはその耐力壁の量っていうのはもちろん決定的に重要なんで、もう耐震等級が2でやっぱ倒壊してるんで、そうなればやっぱ耐震等級は3必要なんじゃないかって話になるんですよね。で熊本の方のやっぱ工務店とかハウスメーカーとか見てたら、やっぱりこれのセットで売り出してる会社ってやっぱ増えてますよね。耐震等級3だけじゃなくて許容応力度計算をして構造計算的に正しい建物を耐力壁の多い住宅としてお客様に提案するというのが今主流になりつつあるみたいです。まあその被災地だからこそなんですが、だから広く言えば日本中そういうふうな動きになってくるとは思いますね。で先ほど言ったそのプランニングの話なんですけれども、例えばこういうふうな少し複雑な L 型の建物があれば、そのまず構造グリッドを考えなきゃいけないんですよ。プランだけじゃなくて構造グリッドを例えばこういうふうに考えて 1,2 階とも構造グリッドはまず揃えましょうと。で例えば2階がこれだけしかなかったらここに構造グリッドを作って1階耐力壁を置くとか、そういうふうに構造グリッドを揃えるプランニングをするというのがまず基本的なところで一番重要なんですよね。
で、この構造グリッドを揃えてプランニングするというのは株式 R 市場だとまあ当たり前なんですが当然なんですよ。で、そのこの壁の位置っていうものを 1,2 回揃えてって、構造的にな合理性はまず担保して、でその上でこの間仕切りの壁っていうのは軽量鉄骨の LGS で好きなところに建てましょうっていうのが株式 R 市場なんで、まあ、株式 R 市場の場合は、まあ、有無も言わさず揃えないと、まあ、そもそも現行の法律でも満たせないんで、まあ、当たり前のように揃ってはくるんですが、木造住宅であっても当然そういうものですってことなんですね。今法で言ってないからって言ってそれをしないでいいっていうわけではないんで、そこら辺の意識改革をまずするっていうのがまず木造住宅で大切なことになります。で、そういうふうなことは当然大切なんですが、じゃあ今現状を木造で何が足りないかっていうと、そういうふうにじゃあ構造計算しましょうっていうふうな話になっても、現実技術差って現状では不足してるんですよね。で、近年で言っても許容力度計算してる木造住宅って、まあ、そういうふうな今の言った背景から増えてきてるんで、そういうふうなことを売り出してる工務店とかハウスメーカーが増えてきて、この技術者っていうのは不足してるんですよね。みんな構造計算をやり出してる人たちが、まあ、一部ってほどではもうないですね。かなりの数必要出てきてるんで、そうなると今現状ですら技術者不足っていう問題があります。で、あとはその無垢材っていうものは例えば節があったりとか材種によっても違いますし、産地によっても違いますし、虫食いがあれば低下してるし、そういうその材料の強度っていうものを示しにくい材料なんですね、無垢材っていうもの。修正材は基本的には検査して、まあ、貼り付けて試験をしてるんで強度っていうものが立証できてるんですが、無垢材っていうのはじゃあこういうふうに許容力度計算して、まあ、無垢材の方が、まあ、丈夫だよねって言ったところで、この強度の提示っていうのは難しいっていう側面があるんですよね。だからそこがまたうまくいかないというか、だから木造っていうのってその辻褄がだからその合いにくいんですよね。本当は無垢材、まあ、僕自身の考え方で言うと無垢材の柱を使って、やっぱパネルもだからその接着材の問題がありますし、やっぱ筋交いでバランスよく太めの筋交いを使って作っていった方がいいかなと思ってるんですけど、やっぱそういうふうなことで構造計算をするのがなかなか難しいというか、この許容力度計算ができる無垢材が現在のところあんまりないんですよね。でまあ、そういうふうなものの、その提供っていうものが材料屋さんの方に必要にはなってくるのかなと思うんですが、まだ発展途上というか、でもそもそもこの無垢材に対するそこまでのニーズが、市場にないんで、まあ、ぜひとも本当に耐久性のある木造住宅ってどうかなって考えた時に、多少のひび割れとかをが、いや壁が狂いやすくっていう側面があっても、まあ、無垢材の方を選択された方が、まあ、個人的にはいいのかなとは思ってるんですよね。うん、であと、まあ長期有料住宅の倒壊っていう問題があって、ただ今言った方向で大きく基本的な流れとしてはいいと思うんですが、ここがうまくいかないところで、この e ディフェンスさんでされたその耐震実験っていうのがあったんですが、この3階建てでこれ基準法に対して 1.44 倍の強度が作られた耐震等級3に極めて近い住宅なんですよ。でなんですけど、こっち側は柱と梁をさっき言ってたこの根元のところを金物でちゃんと固定した住宅で、こっち側は逆に金物を使わずに耐力壁の数だけ満たしている住宅なんですよ。でその思惑としては、こっちの方が金物作った方がちゃんと丈夫な住宅になりますよっていう実験だったのに、蓋を開けると金物で固定した方が倒壊して、こっち側の方が金物で固定されてない住宅の方が倒壊から免れてるんですよね。恐ろしい話なんですが、まあ、ただこっち側も足元は浮いてしまってるんで、これはある意味構造的には、まあ、大破っていうものには該当するんですが、とはいえこっち側は中にいてもやっぱ生存してるって話になるん で、こっち側さすがに生存はしてないですよね、こうなれば。でやっぱそういうふうな今なおその木造住宅というのは
発展途上というか、まあ、そういうふうな側面があるということになりますね。じゃあ、だこの試行錯誤中ってだこの話もありますし、どうしてもやっぱり試行錯誤中なんですよ。すごい木造住宅って守備範囲も広いですし、とはいえ構造計算してないし、ある程度のその決まり事の中で自由に設計していいよっていうのが木造住宅なんで、やっぱりなかなかその全ての建物が耐震性に優れるってわけにはやっぱりいかないかなと思うんですよね。だその中で一番大切なのって、だから設計者のその知識なんですよね。設計者の構造的な知識の向上を持って、そういうふうな、いろんなプランニングが可能な木造住宅を適切に構造的に優れたものに持っていくっていう設計者の実力が他の工法よりも必要だってことなんですよ。鉄骨や RC 像だと、構造設計者っていう専門の人がいて、その人がある程度そういうところを管理してますが、木造だとそういう人がこれをしないといないんで、設計者にその能力が必要だって話に今度なってきてしまうんです。なおさらこの難しいというか、僕もその RC 像でその構造計算をするときに、途中の段階で構造設計者に必ず一度確認しますんで、こういう風な感じでやりたいんだけど大丈夫ですかっていうのを必ず一回質問して、でその後一番最終段階に入っていくんですよね。僕はその一応構造のことを自分では調べてってますし、そういう風な知識っていうのが一般的な木造住宅 の、 その設計者とか、まあ、その営業だったらもう論外ですが、そういう人たちよりはもう知ってる自信があるんですよ。でなのにもかかわらず、僕もやっぱ構造設計者の人にやっぱりこうした方がいいですよとかってやっぱ言われながら作ってるわけなんで、やっぱそういう風な過程っていうのは建物の耐震性を担保するときに絶対必要だってことなんですよ。でそれってやっぱりこっち側の知識の向上はもとより、この許容力度計算っていうものも取り入れていかないとそうはなりませんよってことですね。この構造設計者の知識も借りながら、建物の耐震性というものも共に高めていくって、協力して高めていくっていう体制が、まあ、必要だってことなんですよね。だからその基礎を基礎形状を施工者が考えてるだなんてもう論外ですよね。だからそうなってくると、そういうところが木造住宅っていうのはまだまだなんというか施工しやすいようにできてたりとか、メンテナンスしやすいようにできてたりとかしてて、構造的な合理性っていうのはその下にあったりしてしまうんですよね。施工性やメンテナンス性の下に構造的な合理性があってしまうというか、そんなのはまずおかしいじゃないですか。その構造的な合理性が何よりも上に来てこそ家だっていうのが基本的なことなんですが、木造は現実そうはなってないってことなんですよね。つまり簡易工法だってことなんですね、それって。でまあ、じゃあそう言うけど、じゃあ鉄筋コンクリート層ってそのどういうふうな被害を受けてるかっていうと、熊本の地震はもうすごい大震災で、鉄筋コンクリート住宅もでさえ著しい被害っていうのを受けてます。でこれよく出てる写真なんですが、9階建ての、まあ、9階ですよ、その木造みたいに、木造のようなさっきの被害のような2階建てとかじゃないですが、9階建ての 旧耐震のピロティ部分の崩壊ですね。こういうピロティ部分の崩壊っていうのは淡路大震災でも、まあ、いくつもの建物が崩壊してるんで、やっぱ他の上がずここだけがピロティで、まあ、揺れやすくて、ピロティ部分で壁がないんで揺れやすくて、で2階から8階がこういう風な面材があって剛性が高まると、ここだけにやっぱ揺れが集中してしまうんで、当然やっぱこの柱っていうのは崩壊してしまうんですよね。まあ、崩壊しやすいというか、まあ、これはもう歴然とした、まあ、結果かなとは思うんですが、まあ、こういうことが顕著にやっぱ今回も出てしまってるっていうところですね。まあ、その他にこの建物もよく取り上げられましたが、5階建ての旧耐震で、ただこれちょっと複雑な構造らしくて一般論には挙げれないところもあるんですが、4階部分に崩壊が見られるっていう状態ですね。まあ、ただ潰れてはないよって話にはなるんですが、木造の場合やっぱその揺れないといけないんで、この揺れるこの角度が極めて大きいんで、この揺れるとこういう柱になるとそのままこうズボンと壊れてしまうんですよね。
だそういう風な被害状況っていうのがこの動画のリンク貼っときますんで見ていただいたら顕著に分かりますんで、またそのご視聴してみたら考えるきっかけになるかなと思いますね。そういうふうな、ただその木造に限らず鉄骨造や RC 造にも今回多大の被害っていうものをこの熊本の地震っていうのは与えてしまってるんですよ。でじゃあただうちが使ってる工法っていうのは基本的に壁式鉄筋コンクリート造なんですね。でこの壁式鉄筋コンクリート造の被害っていうのはちょっとその淡路大震災のは専門的なその項目がもあってそのデータってあるんですけど、この地震のにはちょっとなくてこうだって言い切れないところはあるんですが、建築構造設計 の、 一応プロの方だと思われる方の、調査のデータが、ネット上で検索したら出てきたんで、一応参考にお伝えしたいんですが、この方っていうのは2016年7月14日帰りで、増上町の名前ちょっと分かんないですけどの壁式中層共同住宅の被害調査に行ってまいりました。以前から壁式鉄筋コンクリート造中層共同住宅の地震被害はほとんどないと聞いていました。これプロでも当然これ有名なんで、壁式の被害ってもうほとんどないよっていうのはこれ有名な話なん で具体的にどのようなものか実際に調べてみることとしました。でやはり圧倒的に被害が小さいですと。しかしトイレの配管が故障したり家具などの転倒や、重機の散乱などで避難生活を2ヶ月近くしなければならなかったそうですというのはあるんですが、基本的に、建物自体はこの大震災をもっても無被害なんですよね。でその一応調査データっていうこの方が作られた調査データなんですが、一応全部軽微なものになっていると。見た感じも写真でもクラックも入ってないですし、ほとんど無被害なのかなっていうのが言えるってことなんですよね。これはあくまでもこの一つのサンプルなんですが、壁式構造っていうものはこのラーメンに比べて、極めて耐震性が高いっていうのは、もう過去の震災からも立証されてますし、今回もこの方の調査においては、そういうふうに立証されてるっていうことになるんですよね。でなんでその当社ではその家っていうものは基本的にまず一番最初に安心して住めるっていうのが最上段に来ると思うんですよ。強風や地震において安心して暮らせると、そういうものを実現するためにやっぱりラーメン鉄筋コンクリ被害が小さい鉄筋コンクリート像においてもラーメン構造よりも壁式の方が耐震実績が優れてるっていうのはもうこれ言わずもがなのことなんで、そういうふうな工法を使って、当社でいうと、クライアント様の、安心安心して住めるっていうところを、担保していこうかなというふうに担保していきますということで、やってるっていうことなんですよね。次回の動画でもう少しこの一番最初の被害報告について細かく説明していきたいと思いますので、よければそちらの動画もご覧ください。もう少し内容が今も結構専門的な内容になってしまったんですが、さらにもう一歩踏み込んで専門的な内容を交えて解説してみたいと思いますので、よければご視聴ください。ではこんな感じですね。で今回は熊本の大震災を振り返って建物の耐久性というものについて、考えてみるという動画をお届けしました。また、RCTV ご視聴のほどよろしくお願いします。いいねやチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。